物語を続けるね。アイドルだらけのジェットレース大会に水流界も出場するんだ。はい、何事にも挑戦あるのみとお告げがありまして。自分はちょっとだけ興味がありました。ですがアイドルには疎いもので、アピールタイムのことがすごく不安です。ああ、それね。レースを勝ち抜くごとにアピールタイムがあるんだってね。アピールタイムには何をすればいいのでしょうか。ヘルズキッチンは歌を歌うつもりだよ。自分は歌はちょっと。だったらツイちゃんたちがアドバイスしよっか。ぜひお願いします。頼もしいお言葉です。感謝いたします。よろしい。ではスイ先生が教えてしんぜよ。まずはワクワクドキドキ。ジェットレースで勝負してみよっか。本番と同じでやってみるってこと。でないとどんなアピールがいいかわからないもんね。アピールタイムの練習ってわけ。なるほど、ごもっともです。では真剣勝負といたしましょう。お茶の水ひじり橋サーキット、うっそうとしたジャングルと街並みが融合したコースです。自然が多く二酸化炭素削減にも一役買っている、地球に優しいコース。みんなの声援に応えちゃうからね。3、2、1スタート。オラ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 、俺の走りを目に焼き付けろや。これ激しい。アピールタイム以前の問題があるかも。ヤンキーアイドルロケに行ったことで、ジャンル的にはありだと思うけどね。ありなのでしょうか。邪魔するんじゃねえ。ついてこいよミスター。出ちゃうよ。
までぶっ放していくぞ。ひよったら承知しねえからな。うおー、行くぜ行くぜ行くぜ。ティナたちのことは誰にも止められない。ヘルズキッチンのお二人がフーカちゃんに感化されてる。飛ばしていくぞ。よっ、当てます。全力で楽しんじゃうからね。これは驚きました。思っていた以上の成績。やったね、ルイちゃんたちの勝ちだよ。この後はみんなと一緒にお祝いだね。いいレースだったね。走るのってやっぱり気持ちいい。うん、最高だった。ついちゃんはやっぱりレースが好き。それが改めて分かったよ。でもさ、ティナたちが勝っちゃったらまずくない？二人がアピールタイムの練習できないよ。はあ、ごめんね。ついちゃんたちついレースに夢中になっちゃって。いいえ、気にしないでください。真剣勝負ができて嬉しかったです。自分も楽しかったです。アピールタイムではこの素直な気持ちを伝えようと思います。そうだね、巫女ってだけでもうキャラは立っているから、普通に話すだけでも十分アピールになるかも。それで頑張ってみます。じゃあ本番ではレースすることになったらよろしくね。はい、その時はよろしくお願いします。もっといい勝負ができるように自分たちも頑張ります。つい、どうしたの？浮かない顔して。あのね、前からちょっと考えてたことなんだけど、ついちゃんたちアイドルをやめてジェットレースに専念しない？え、今のままアイドルレーサーを続けてたらアイドルもレースもどっちも中途半端になっちゃうと思うの。ついちゃんはアイドルのお仕事も好きだけど、やっぱりジェットレースの方が楽しい。だからレースに専念したいの。気持ちはわかるよ。ティナもレースが好きだから。わかった。なら、ついについてく。
ティナとツイはいつも一緒だよ。だって最強の双子なんだから。ありがとう。それじゃ今度の番組がアイドル最後のお仕事だね。うん、悔いが残らないように精一杯やろうね。やったー、毎日特訓した甲斐があったね。